私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。松井玲奈のピルのもうかな生とつぶやくシーンが話題に。リアルでいい、そう、坂本隼人も好きそう。テレビ記者は、松井は真面目な教師でありながら、教え子、荒木に対して特別な感情を抱き、やがて理性の歯車が狂っていくという難しい役どころを熱演。彼女は自身の役についてインタビューで、この役を今やらずしていつやるんだ、もう二度と出会えないかもしれないと思わせてくれるくらい魅力的なキャラクターと語っており、かなり気合を入れて撮影に臨んだようですと話します。荒木羽根主演ドラマ少年のアビスの第3話が今月15日深夜に放送されたのですが、同ドラマにレギュラー出演する松井玲奈の艶技が大注目されています。そして最新話では主人公と松井演じる教師とのシーンが放送され、視聴者を釘付けにしたのです。松井は教え子を自宅に招くと、お願い、一度だけ私、あいつらが絶対できないことをしたいの、と袋を脱ぎ捨てて誘惑します。行き場のない男子高校生のラブストーリーで、その第一話では、元乃木坂46北野日向子を演じるヒロインが、そう、そこ、もう少しした、と言って、主人公に初めてを奪うシーンが大きな話題となりました。スレンダーボディと黒のウェアからのまばる時計刻を見せつけ、ベッドに誘導しました。そして行為の直前、教え子が、ゴムは?と心配するのですが、松井は、大丈夫。アフピル飲むから、と、妊娠を回避する薬を飲むと明かして、濃密な行為を始めるのです。その後、直接的な合体シーンこそ描かれませんでしたが、この生々しい会話に視聴者からは、え?生で疑問符?俳優さん裏山リアルでも言ってそうなレベルでの言い方、短期間に北野日向子や松井玲奈とできるこの男が羨ましすぎる。坂本隼人もこのセリフには興味津々だろうなどと驚きの声が上がりました。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。